こんにちは、犬のすけギャグの川島です。本日は犬を飼うということとは3つ目のテーマ管理の項目で説明させていただきます。本日のお供はミックス犬のしゅうちゃんです。よろしくお願いいたします。それでは、本題に入らせていただきます。本日は管理の項目の説明になります。どういうふうな管理を、ワンちゃんを迎え入れたらするのかっていうところですね。フリーで生活をさせたいのか、そのクレート、まあ、我々が推奨させてもらってる、キャリーケースと言われる移動用のプラスチックの入れ物ですね。で管理をしていくのか、ペットショップとか、そういうところで迎え入れると大体ケージでの管理っていうのをお勧めされるんですけれども、どことトイレが、まあ、一括パッケージングされている、いつでも行けるような囲いの中で、管理をするのかっていうところによってもその犬の生活スタイルっていうのが全く変わってくるので、その管理の仕方によって出うる問題視されるような行動とか、あとはそのままの生活を続けるとどうなってしまうかっていうところの説明をちょっと詳しくさせていただこうかなと思います。でまず、どういう管理をするかって、やっぱり子犬の時期なんかだとトイレの我慢とかがそんなにできるわけではないので、クレート管理とかっていうのはちょっと厳しい。クレート管理っていうのはクレートの中に入れっぱなしにしてしまうので、トイレの我慢も並行してやらせなければいけないので、ちょっとそれに関しては膀胱の発達の問題もあるので厳しいので、これはなし。お留守番の時間が極端に短くない限りですね、はなしと考えていただければと思います。で、最低でも6時間8時間お家を空けてしまう場合に関しましては、まあ、主にケージか自由区で生活させるっていう形になるかと思うんですけれども、身の安全を守ることを考えると、まあ、自由よりはケージの中で管理していただいた方が、拾い食いとかいたずらとかそういうのを防ぐことができるのでよろしいのかなと思います。なので、シチュエーションに応じてその生活のさせ方っていうのは全く異なるので、ご自身の生活スタイルに合った管理の仕方でしていただければと思います。で、まあ、クレートかケージか自由で生活するか、まあ、主にちょっと3つ、項目で説明させていただきます。まずクレート管理っていうのが、クレートの中で、お留守番とか待機させるんですけれども、そのクレート自体にもう寝床としての役割しかないので、扉も閉めちゃうんで中で寝てることだけっていうのを教えます。なので生後3ヶ月とか、2、3ヶ月くらいで迎え入れた子に関しては、まあ、トイレの我慢が平均的にまあ3時間から4時間ぐらいできればいいんじゃないかなと考えていただければと思うんですけれども、そういうふうに考えると、まあ、お留守番の時間も大体それぐらいになってしまうので、テレワークとか、まあ、お家で仕事をされている方に関してはこういった管理はできるかと思うんですが、ちょっと8時間とか10時間とかお家を空けてしまう場合に関してはこの管理はできませんので、まあ、ケージ化というかっていう形にしていただければと思うんですが、クレート管理のメリットっていうのが、クレートの中では寝る場所で、トイレは新しくフロア上に1箇所設置していただくことになりますので、クレートは寝床で、トイレはトイレで、表は遊び場みたいな形で今何すべきかっていうのを明確に教えることができるので、そこがすごくメリットかなと。その場所に応じた行動を犬は起こすようになるので、とてもトレーニング上とか今何するべきだよっていうことを教えやすいので、一応犬のすけハグではそのような管理の仕方っていうのを推奨させてはもらってます。そのメリットっていうのが、まあ、主にクレート、まあ、ハウスって言ったら自分から入っていくように教えるんですけれども、そのクレートの中が縄張りになるので自由に生活させたりだとか、あとはケージみたいに周りの環境が見やすいような環境、あとは広い空間に入れといてしまうとどうしても騒ぐようになってしまったりとか、あとは警戒心が強くなってしまったりだとかっていう風になってしまうんですね。そうするとまあ、やたらに吠えてしまうとか、縄張り意識なのでマーキングが出てしまうとか、そういう風な行為が出てきてしまったりとかするので、そういうのを防げるっていうメリットがあります。デメリットに関しては主にそのトイレ排泄の問題ぐらいですかね。それ以外に関してはもうほぼメリットしかないので、クレート管理はおすすめです。で次のケージ管理っていうのが、まずケージの中に寝床とトイレっていう風に管理していただくんですが、まあ、自分でトイレにも行けるし寝れるし、まあ、あとはちょっとそれなりに広い空間になるので中で遊び回るとか興奮することもできるので、まあ、結局何する場所かっていうのが分かりづらい環境にはなります。長時間のお留守番であっても排泄は自分でできますし、自分で寝れるしっていう感じで、あの犬がそのちゃんとしつけというかね、あのその場所で何をすべきかっていうのが分かっていれば、特に中に入れといてあげれば
まあ、いたずらとかもしないですし、身の安全を守ることもできるので、長時間のお留守番の場合にはすごく、まあ、いい場所なのかなとは思います。ただ今後その表に出した時にトイレの場所の認識がねついてなかったりすると、ケージのトイレに戻らなくなってしまったりとか、ケージの中が主にお仕置き部屋的なイメージになりやすいので、閉じ込められてしまうような場所っていう風な認識がつきやすいので、ケージの中を好まなくなってしまったりとかする可能性があります。なのでケージに対してのもちろん日々も生活させるのであれば、ケージに対してのイメージっていうのをすごく良くしてあげなければいけない、工夫っていうのをしてあげないといけないですし、お仕置き部屋みたいなそのお留守番時寝る時だけみたいな形で入れないようにしていただくとか、そういった工夫、もちろんクレドでもそうなんですけれども、そういった工夫は必要なことになっていきます。でどうしてもそのケージの中がお仕置き部屋になってしまうと、トイレがケージの中にあるとトイレには戻れなくなってしまうので、そこもトイレトレーニングが崩れてしまう原因ではありますので、その都度必要に応じてトイレの場所は設定してあげる必要があったりとかはします。であとは自由、3つ目ですね、自由は犬にとっていい生活だと思われがちなんですが、私からするとそうはなかなか思わなくて、その自由に生活させることで、まあ、結構やっぱさまざまな問題が出てくるんですよね。自由な生活が向いていること、そうでない子っていうのはやっぱり性格上います。で自由な生活が向いている子に関しては、まあ、警戒心が主にないような犬種たちですね、そういう子たちに関しては別に自由で生活させても、そのワン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 警戒して吠えたりだとか、そういった行為も出ないし、落ち着いて、自分の居場所に寝てくれるとかっていうことができるようになってくるので、まあ、別にクレードでの生活とかケージでの生活をしなくても全く無害な状態でもう人と一緒に生活することができます。でそういう自由な生活が向いてない子に関しては、極度な臆病な子に関してはお家の中での警戒意識、縄張り意識がすごく強くなるので、もう物音、些細な物音とか、まあ、飼い主が帰ってきただけなのに吠えてしまうとか、まあ、あとはこうフリーな生活でもう心の拠り所がないから部屋の隅に隠れて、高い火が例えば来た時にウレションとかビビションとか脱粉とか、そういうのをしてしまうとか、逃げ場所がないとか自分の身は自分で守らなきゃいけないみたいな風な認識っていうのが自由な生活っていうのはつきやすいので、まずはその愛犬ちゃんが安心して生活できるような環境になりにくい傾向にはあります。であとは人がどうしても指示をかけないような生活になってくると、その指示を下す側と従う側っていうこの関係性をっていうのを築くことがなかなかできなくなってしまうので、いざ何か指示をかけてこう言うことを聞かせたいなっていう時に言うことが聞けないとか、指示が従わないとか、そういう風な状態に陥りやすいので、そういうところはちょっと注意して指示をかけるようにしていただくとか、そのやり取り、ピピの付き合い方みたいなところは見直していただく必要があるのかなと思います。自由に関してのメリットっていうのが、まあ、自由な生活させることで人が犬が幸せだなってこう感じている錯覚ではないとは思うんですけど、こう狭い場所にやっぱり閉じ込めてるっていうことがやっぱりかわいそうっていう認識がどうしてもあるので、自由に生活させることで何かしらのこの要求を満たしてあげてるんじゃないかとか、そういうふうな気持ちになってる場合、まあ人の気持ちの問題かなっていうところですね。自由で生活させることでうまくいく子もいれば、そうじゃない子もいるっていうのはちょっと覚えておいていただければと思います。まあ一概に自由を否定してるわけではないんですが、身の安全っていうのが守りづらい部分にはなります。ちょっとこれは気をつける必要があるかなと思います。はい、ということで今回、管理の面でクレートっていう管理と、あとはケージでの管理、あとはまあ自由での管理というか自由での生活ですね、こういった3つお話しさせていただきましたが、まあ、それぞれねメリットってメリットがありますので、ご自身の生活スタイルに合った管理をしていただければと思います。でその都度もし問題が発生したら、まあ、そういう管理がちょっとまずいんじゃないかとか、まあ、こちらからアドバイスすることができますので、コメント欄もしくは LINE アットでお問い合わせいただければと思います。それでは今回の動画は以上になります。次回のテーマは4つ目の気質について、こういったテーマでお話をさせていただきます。本日のお供はミックス犬のしゅうちゃんでした。ご視聴いただきありがとうございます。まず、まあ、ワンちゃんを迎え入れて、まあ、その子がどういう性格なのかとか、まあ、大体ね生活一緒にしていただければ、あ、なんかすごくこの子臆病だなとか思う部分が多々あると思うので、まあ、そういう部分に関しては愛犬に